カンボジア北西部にある都市シェームリアップ。この街は世界中から多くの観光客が訪れます。それは世界文化遺産に登録された日本でも有名なアンコールワットに代表されるアンコール遺跡群があるためです。2019年3月17日、フム・チャンさんがこのシェームリアップで個人タクシーを走らせていました。彼がこの仕事を始めたのはわずか3ヶ月前。始めるにあたってフムさんは15,000ドル、日本円にして235万円の借金を負い、仕事用の車を購入しています。彼は妻と子供4人を抱えており、車以外にももともと1000ドルの借金がある状態でした。カンボジアの平均年収は当時日本の約1/28。これは富裕層も含んだ平均なので、一般庶民はもっと少ないと考えるのが普通です。フムさんがどれほどの借金を背負ってこの仕事を始めたかお分かりでしょう。少しでも高い報酬を得、家族を支えていくために彼はリスクを負って観光客相手の個人タクシー業を始めました。この日の午後5時頃、フムさんはあるアジア系男性2人組に呼び止められます。2人は彼に対して運賃として30ドルを支払いました。この金額はカンボジア現地ではタクシーを1日貸し切りできる料金に相当します。思いがけず乗客をつかむことができたフムさん、二人の外国人を乗せ、意気揚々とタクシーを発進させました。しかし、この何気ない一幕が、カンボジアを揺るがす悲劇の始まりとなってしまいます。外国人二人組が行き先として指定したのは、シェームリアップの主要観光地から離れたところにある小さな市場でした。そのためタクシーは郊外へと移動していきます。シェームリアップは都市部を少し離れると広大な農村が広がっています。走行すること30分、フムさんのタクシーも人気のない場所へと差し掛かりました。その時でした。乗っていた外国人のうちの一人が突然刃物を取り出し、フムさんにタクシーを止めるよう要求します。フムさんは動揺しながらもこれに応じ、車を停車させることに。すると男は今度は彼に刃物を突きつけてきました。片言の英語と身振り手振りで車を引き渡すようフムさんを脅すこの男。しかしフムさんにとってこの車は莫大な借金を背負って手に入れた大事な商売道具、簡単に引き渡すことはできません。必死に抵抗します。すると男は持っていたナイフでフムさんを切りつけました。これにより抵抗できなくなったフムさん、車から引きずり出されてしまいます。一方男たちはそのまま車を発車、逃走しました。この瞬間はその場を通りかかったバイク運転手によって目撃されています。この運転手が警察に通報し、タクシーの追跡が始まりました。フムさんを刺し逃走した二人組は捕まる前と車の速度をぐんぐん上げていきます。しかし気が動転してしまったのでしょうか、車を奪った場所から少し離れた場所ですぐ現地の人が運転していたトラックに追突。このトラックには当時二人の男性が乗車していました。彼らは追突による衝撃で体を強く打ち重傷を負っています。犯人たちは構わずに車をバックさせ急発進、なおも逃走を続けました。しかし今度はすぐそばの電柱に激突。もうこの車は使えない。犯人たちは車から出て走って逃走し始めました。しかしここは彼らにとっては見知らぬ異国の地、土地勘もないので逃げおせることはできません。結局乗り捨てた地点から3キロほど離れた場所で2人は警察に身柄を確保されました。こうして犯人は捕まり、車も取り戻すことができたものの大破した状態。何より刺されてしまったフムさんの容態が気になります。彼は現場にいた人たちによって解放されていました。しかし残念なことにその場で息を引き取ってしまいます。タクシー運転手の車を破壊して命を奪った上、追突事故まで起こして2人の人間に大怪我を負わせた犯人たち、外国人ということですが、その国籍は、また彼らの素性は、その後その正体と犯行動機が明らかになります。逮捕された二人組の正体は、中久喜隆二、当時23歳と、石田レーモン、当時23歳。そう、日本人です。
自衛隊に勤務経験のある中久喜と、こちらも元陸上自衛官だった石田。二人はなぜカンボジアでこのような凄惨な事件を起こしたのでしょうか。現地の警察当局によると、中久喜と石田は400万円ほどの借金を抱えていたとのことです。その真偽は不明ですが、リボ払いで作った借金だと言われています。この二人にはお金を返す当てがありませんでした。効率的に稼ぐ手段はないか、そう思案した中久喜と石田が考えついたこと、石田はこう供述しています。車を奪って両替商を襲おうと考えた。日本より監視カメラがないと思った。そう、二人が考えついたのは外国の両替所の強盗でした。カンボジアを選んだ理由について、石田はカンボジアかタイでやろうと考えたが、米ドルが流通しているカンボジアを選んだと供述しています。つまりフムさんの車を盗もうとしたのは、両替所での強盗後逃走に使う車両を確保するため。こうして犯行計画を仕上げた中久喜と石田は、事件の5日前、2019年3月12日に日本からタイへと入国します。その後、16日にカンボジアへ入国しました。そして翌17日、タイ国境北西部からシェームリアップに入ります。二人はもともとシェームリアップで車を盗もうと考えていました。しかし、予想に反して防犯カメラが多く、観光地とあって人の目もあり、計画を変更することに。そこで二人が目をつけたのが個人タクシーでした。中久喜と石田の所持品から押収されたものの中に手書きのメモがあります。そのメモには英語で、タクシー乗り場はどこですか、どこでダウンタウンに行くバスに乗れますか、などといったフレーズが記されてありました。このことから、事前にいろいろな選択肢を作って今回の犯行に及んだとみられるこの二人。フムさんをナイフで刺した中久喜はこのように供述しています。抵抗されたのでやってしまった。運転手の方を殺害する意図はなかった。本当でしょうか。二人はナイフの他にも伸縮するタイプの警棒などを所持していたことが判明しています。ここからやはり暴行することを意図に入れていたのではないかとも思われました。中久喜と石田が逮捕された時、地面に組み伏せられた二人とそれぞれのパスポート写真を写した画像が SNS にアップされ拡散されています。それを見たカンボジアの人々の反応は驚くべきものでした。まず、この事件の詳細がカンボジア政府内務大臣に知らされた時、大臣はこう言ったそうです。まさか日本人のはずがない。偽造旅券を使った別の国のものではないか。さらに、SNS や報道で事件を知った多くのカンボジア国民も、本当に日本人がやったのかと不審があったとのことです。なぜみんな犯人が日本人であることにショックを受けたのでしょうか。実はカンボジアは大の親日国。日本は太平洋戦争末期にカンボジアがフランスから独立するのを支援し、独立後も無償で橋を作るなどカンボジアのインフラ整備に貢献してきました。平成に入ってからも選挙監視ボランティアや自衛隊を派遣するなど、国づくりに一役買っています。そのためカンボジア国民の対日感情はすこぶる良好。それだけに、本当に日本人の犯行だと確定した時は現地社会に大きな衝撃を与えています。あるカンボジア人は、日本で働けばお金は手に入るのに、なぜカンボジアでこんな事件を起こしたのかというコメントを残しました。これまでの日本へのいいイメージを地に落としかねない犯罪を犯した中久喜隆二と石田レイモン、二人はカンボジア国内で裁判を受けることになります。果たしてどう裁かれたのでしょうか。2019年9月9日、シェームリアップの法廷で中久喜隆二と石田レイモンの初公判が開かれました。検察側は凶器を事前に準備するなど計画的な犯行だと主張。しかし、中久喜はこの初公判でも、ナイフを首に突きつけたら切れてしまった。殺すつもりはなかったと起訴内容を一部否認。これにより弁護側も殺意に関して争う姿勢を示します。中久喜と石田は公判に出廷したフムさんの妻に迷惑をかけたと直接謝罪しました。これに対して妻は、子供が4人いる中で家の大黒柱を失い、生活は苦しい。法に従って厳正な処罰を望むと述べています。厳しい判決を希望するご遺族。下された判決は、石田レイモンに禁錮10年、フムさんを刺した実行犯である中久喜隆二には
同13年となりました。また2人にはご遺族に合計1億リエル、2019年当時で約260万円の賠償金の支払いも命じられます。この金額に対しフムさんの妻は納得がいきませんでした。今後の暮らしを考えると賠償額には不満があると、その率直な気持ちを明かしています。確かに日本の常識から考えれば異例の軽さです。それは国が違っていること以外にも殺意が認められなかったことも大きいかもしれません。計画的殺人と認定されていれば2人は終身刑となる可能性もあったそうです。一審判決後控訴しなかった中久喜と石田、予想以上に軽く済んだと思ったのかもしれません。しかし2人が入ることになったカンボジアの刑務所は日本のそれとはかなり違います。コロナ禍に見舞われた2020年4月、国際人権 NGO のアムネスティがカンボジアのある刑務所の映像を入手し公開しました。そこには囚人たちが一つの部屋に過密状態で詰め込まれている様子が映っています。ソーシャルディスタンスや感染防止策など囚人たちにはまるで必要ないかのような扱い。ただでさえ不衛生なのに、さらにカンボジアは常夏の国なので日中の気温は連日30度を超えます。中久喜と石田はこのような過酷な環境で10年以上言葉もわからないまま生活していかなければなりません。それを考えると厳しい判決だということもできるのではないでしょうか。事件後、在カンボジア日本大使館や日系企業などが次々とフム・チャンさんのご遺族への支援を表明しました。カンボジア日本人会が寄付を呼びかけた結果、当初予想した数十万円より一桁多い数百万円ものお金が集まります。この他にも大使館や日系企業の寄付金もご遺族には渡されたとのこと。これらの行動はカンボジアの人々が日本人が犯した犯行だと知って大きなショックを受けたことによるものでした。私も同じ日本人として二人の犯行は許しがたく、ご遺族に対しては申し訳ない気持ちを抱いてしまいます。フム・チャンさんのご冥福を深くお祈り申し上げます。そして日本人が犯人であるはずがない、そう思ってくれたカンボジアの方々の熱い信頼に応え、両国の良好な関係がこれからもずっと続いていくことを願ってやみません。